こんにちは、よしこでございます。では今日はバナナケーキを作っていきます。材料はこちら。では低カロリーで作っていくぜ。まずですね、おからパウダーの用意だけしておきましょうか。はい、おからパウダー、この微粉タイプを使います。ベーキングパウダーを入れておきます。 4g で一回ちょっと混ぜ合わせて、とりあえず置いときます。じゃあ次はボウルを用意しといて、ラカントを 40g ほど入れときます。ではこのバナナですね、これを1本、ちょっとデカめなやつ使ってます。安いやつとかだとちっちゃかったりするんで、その場合2本とか入れてもらっていいです。潰しながら一回混ぜておきます。こんな感じですね。はい、じゃあ卵を1個だけ割って入れときます。一緒に混ぜましょう。 OK。 そしたらその中に粉たちを入れといて混ぜておきます。はい、 OK。 水 50ml 用意して、プロテイン用意してください。味はね、できるだけプレーンのものを、もしくはね、もうバナナ味とかね、そういう方がいいかなと。味の邪魔にならないもので、あとこの大箱が 2g ぐらいかな、入れときます。シェイク、この中に入れちゃいます。あとはしっかりまた混ぜといてください。オーブンで180度で25分予熱開始。ではその間にホールケーキ用のこういった煮入れ物を用意しておいて、まあなければマフィンカップ100均で買ってもらってもいいです。クッキングシートこれぐらい。長さ足りないのでもうちょっと。でこの丸い形に型をつけといて、ハサミで切っていくだけ。じゃあここに生地を流し入れておきます。でトントン。ではこれでオーブンまで持っていきます。では25分後、はい、こんな感じでできました。はい、では食べていきます。はい、ではいただきます。うんわ、あバナナがうまい。ちゃんとね、スポンジの部分が本当に美味しい。しかもこれの何がいいかって、プロテイン入ってることでしょうね。タンパク質もちゃんと取れる、高タンパクメニューとしても食べれます。では最後に切る。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、結構ね、8個作ったから多いっちゃ多いかなーっていうんですけれども、でもね、置いといて、絶対ね、ダイエットしてる時って腹減っちゃうんで、で、おやつ代わりにあれ食べてもらえると、そんなカロリーもないし、脂質全然ないし、で、糖質入っていても、まあ、1切れだったら4か5グラムぐらいしか入ってないし、で、全然、バナナ1本でこんなものが作れるっていうね、ゼロコーラ飲めばええやんって話なんですけど、今ちょっと切らしてるんで。という感じでやっていきました。で、ラカント使ったんですけれども、まあ、甘みが足りない方はラカントをもうちょっと入れてもいいし、逆にちょっと甘すぎる方はラカント減らしてもらってもいいです。はい、では次回お会いしましょう。バイバイ。